8月10日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図で確認していきましょう。台風9号から変わった温帯低気圧は東北地方を横断し、北海道の南の海上まで移動していきます。これにより北日本を中心に雨風が強くなりそうです。また東日本から西日本もところによって雨が降りやすくなりそうです。それではさらに詳しくアイコンでお伝えします。沖縄は雲が多く雨の降りやすい天気、九州から関東にかけては太平洋側を中心に日差しが届きます。ただ日本海側ではにわか雨がありそうです。急な雨にご注意ください。北海道や北日本は雨が降ったりやんだりで一時的に強まることがありそうです。特に北海道は激しく降ることがありそうです。道路冠水や低地の浸水に要注意。全国的に波が高くなり、また北日本から東日本を中心に風が強く交通機関への影響も心配されます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。気温は30度を超えるところが多く、特に関東地方は厳しい暑さです。熱中症にも要注意です。以上、全国の10日のお天気でした。